皆様おはようございます。今日はお仕事がお休みなので、私の休みの日のモーニングルーティンをご紹介します。今日は午後から母のお買い物に付き合うので、簡単にスキンケアと簡単なナチュラルメイクをします。ヘアスタイルやコーデもありますので、最後までご覧になってください。最近ちゃっちゃっと済ませたいときは、いつものスキンケアに置き換えて1分でお手入れができてしまう、こちらのパーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルを使っています。パーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルは CM でもおなじみですね。とっても人気のあるオールインワンジェルです。専用のスパチュラでジェルを取ります。テクスチャーはジェルがプリプリでとっても伸びないです。お肌の内側から外側になじませていきます。この時に5点に置いてなじませても大丈夫です。今日は顔全体がむくんでいるので、パーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルを塗布して簡単にリンパマッサージをします。特に目尻、目の下、口の周りはハリ感を期待してしっかりマッサージしていきます。パーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルは伸びもいいのでマッサージにも向いています。時短スキンケアでは本当に重宝しているオールインワンジェルだけど、以前はオールインワンジェルはあまり好きではありませんでした。乾燥するし、ベタベタするような気がして、でもね、最近のオールインワンは進化してますよね。本当にびっくりします。特にパーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルは使用感はさっぱりしているのに、しっかりと潤いがあって、スキンケアに手間がかけられない方には最適です。化粧水、乳液、クリーム、美容液、パック、化粧下地をこれ一つで済ませることができて、その上にパーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルは美白までできてしまいます。パーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルにはハリのための7種類のコラーゲンと、シミの原因を防いでくれる美白有効成分アルブチンと肌荒れ防止のトラネキサム酸が配合。夏の肌のアフターケアに美白有効成分はとっても嬉しいですね。なんとパーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルは4年連続売り上げ日本一のオールインワンシリーズだそうです。はい、あっという間にスキンケアが完了しちゃいます。本当にあっという間なので、いろいろする気分ではない休みの日の朝は本当に助かります。簡単なリンパマッサージの後は、パーフェクトワン薬用ホワイトニングジェルには下地効果も入っているので、この上からナチュラルメイクしちゃいます。今日はクッションファンデを使って簡単にメイクしますが、しっかりと UV が入っているものを使用していきます。そしたら眉を描いて、アイシャドウもですね、今日は簡単にクリームアイシャドウを使って、単色でつけちゃいます。マスカラとアイライナーは私はマストなので、その辺はまあこれもね、ちょっと簡単にですけどパパッとやってしまいます。はい、これでリップクリームを後につけたら終了です。簡単で時短ルーティーンなのに、この仕上がりはグッドですね。朝のスキンケアはとても大切ですが、簡単スキンケアでも手抜き感がなく、メイクの仕上がりが良いです。いい感じです。は
い、ここからパパッとヘアスタイルを整えていきます。ブラシ型のアイロンを使ってさっさと髪を整えていきますね。髪を整えたらお気に入りのアクセサリーをつけてパジャマから着替えます。フォールシーズンシミ対策と保湿ケアができるパーフェクトワン薬用ホワイトニングジェル、ご興味がある方は動画説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。また次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。